はい、皆さん、こんにちは、のっつおでございます。ということで、今回もですね、サノバウィッチやっていきたいと思います。今回でパート71、シーバ紡ぎルートの続きやっていきたいと思います。はい。やっていきましょうか。ですね、前回のパートはですね、この、なんかこの、アツマさんの、心、を削って、たやからとか、それこそ前回ね、もう一人被害者が出てしまい、まあ、修二君のお父さんが、まあ、えぐられてしまったんですけども、その騒動の犯人が前回わかりましたと。まあ、以前ね、アツマさんに託した子犬が、実はね、その人っていうか、そう、今までの一円の犯人だったということでございます。はい。まあ、それに対してね、赤木が、まあ、守ってくれたりとかね。まあ、いろいろしてて、まあ、なんかこう、人間らしくなってきてるな、みたいなね。そんな、ワンシーンもありました。はい。で、子犬を捕まえよう、みたいな話になってんのかな？で、修二君が、最後に、もう手立てがないみたいな、なんかみんなが言ってるんですけど、修二君はありますよ、つって。で、それで前回終わりました。はい。ということで、続きやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。翌日、俺が再び人間の姿になれるのを待って、作戦は、実行へ移されることになった。感度はどうだ、星田くん。あ、はい。ちゃんと聞こえてます。私の声はどうかな。他のみんなも聞こえてる？ええ、聞こえていますよ。耳に突っ込んだ無線イヤホンから、次々と、みんなの声が届けられる。スマートフォンのアプリを使った、グループ通話を行っているのだ。私、こういうの初めてだから、ドキドキしちゃうな。人間というのは、いろいろ便利なものを作り出すものじゃな。その中には、赤木も加わっていた。ともかく、これで何かあっても対応できるはずです。ああ、これなら、俺も安心だ。俺が提案した作戦、それは、俺自身がおといとなって、犯人を、おびき出すというものだ。君もあの時姿を見られている。警戒して出てこない可能性も高い。すぐに成果が出せるとは限らないことは、肝に銘じておいてくれ。わかっています。でも、もともと、削り取れるほど心が弱ってる人間は、少ないんですよね。赤木が父さんをおとりにして、うまくいったのも、獲物になれる人間がかなり、限定されてるからだ。俺の心に、穴が開いてること、あの時、あいつが気づいたかどうかはわかりません。けどもし気づいていたなら、お扱い向きの獲物だと感じたはずです。一人でいるところを見れば、耐えきれなくなって、襲ってくる可能性は高いと思います。主人君、私たちから離れすぎないようにしてね。ああ、わかってるよ。犯人からは、一人だと、見えなくてはいけない。ここからは、見えないけど、みんな少し離れたところから、ついてきてるはずだった。でも、通行人からも、一人でブツブツ言ってるように映るのだろう。すれ違いざまに、ジロジロ見られてしまう。星野くん、油断しないでください。え？うん。わかってるつもりだけど。相手は人化の術を覚えている可能性もあるんですよ。人間に見えても、ぼんやりしないでしっかり警戒を。ああ、そっか。その可能性もあったか。これは思った以上に、大変そうだぞ。だが、おとりは目立たなくては意味がない。一旦人の多い道へ出てから、人気のない道へ入るのじゃ。そうすれば相手も襲いやすいはずじゃ。なるほど。それを繰り返せばいいんだな。けど、危なくないかな。
ところで襲われる可能性もあるよね。危険はあるが、効率的なのは確かだろう。星名くん次第だと思うが、どうする？やってみます。向こうから近づいてくる人がいたらちゃんと警戒するから。でも修二君が怪我をしたら意味がないんだからね。わかってる。それはもう嫌ってほど。危険は承知の上だ。でも今回だけ、今回だけは最後までやり通したいんだ。修二君、私も止めるつもりはないよ。でも本当に気をつけて。ありがとう。ごめんな、心配かけて。いいよ。それよりわかってる？二人の時間も犠牲にしてるんだからね。無事に終わったら後でたっぷり埋め合わせしてよね。ああ、約束する。俺もそのつもりだ、そのつもりだから。ここで前回襲われた、というか赤城と対峙してたね。それから作戦通り何度か広い道と狭い道を行ったり来たりしてみるけど、なかなか思うような成果は得られなかった。やはりこの辺りではもう狩りをしないつもりなのかもしれないな。狩り場を変えたのだとしたら厄介だ。もっと捜索範囲を広げてみますか？いや、あっちは反対じゃな。しょっちゅう場所を変えては相手もこちらを見つけづらくなる。一度場所を決めたら後を待つしかないものじゃ。赤城の言う通りだ。だからこそ厄介なんだよ。なるほど、それが動物の習性というものかもしれませんね。この辺の方針に関して人間3人はほとんど口を挟める部分がなかった。任せてしまう方が確実なんだろうけど。ところで一つわからんことがある。なんだ？言ってみてくれ。この2人が会話してることを不思議に感じてしまうんだよな。昨日はやけに凶暴化しておったが、小僧の父親を襲う前までは特に不審な様子は見られなかったのじゃ。そういえば私たちが最初に見つけた時もすごくおとなしかったよね。ああ、紬より俺に懐いてきて、今思うとちょっと変だったけどな。ひょっとしてあの時ですでに獲物として見られていたのだろうか。アツマさんの方へ移ったのもより最適な獲物と判断したのだとしたら、いや、今は考えないでおこう。アルプになりかけている時、不安定になるものは多い。だがあそこまで暴走するものか。お前の時はどうだったのだ、ナナオ。私はすぐあるがままの自分を受け入れられたが。ふん、優等生ぶりおって。とにかく見つけて捕まえないことには始まらないだろう。もう少しこの辺りを歩き回ってみるか。また追ってくるものはなしか。修二君、そろそろ疲れてきたんじゃない？少し休憩する？大丈夫。人間になっていられる時間は短いから、ギリギリまで頑張るつもりでいた。いえ、申し訳ないのですが、私たちの方が少し疲れてきました。10分ほど通話を切らせていただきたいのですが、ね、ナナオ。そうだな、赤城も通話を切れ。何？あっちはまだ。もちろんシーバさんたちは会話を続けても結構ですから。ふむ、
ひょっとしてこれが空気を読むということか。よかろうなのじゃ。よかろうなのじゃ。かわいい。わかっていただけて何よりです。ちょっとみんな。では、ごゆっくり。周囲の警戒は私たちでしておきますので。ね、本当にいいの？ああ、切れた。なんだか気を使われちゃったみたいだね。まあ、焦ったところで、なかなか成果は上がりそうにないもんな。仕方なく、俺も、石垣にもたれて休むことにした。とはいえこの状況で、どんな話題を選べばいいんだろう。さすがに、バカ話で盛り上がろうって、雰囲気じゃないもんな。明日から、また学院だね。うん。でも、夜中はしばらく、これが続くのかな。そういえば、クリスマスはどうやって過ごす予定？うちは家族みんなで集まるしきたりだけど、今年はどうしようかな。結局、選んだのは他愛のない話題だった。けどふと、紬のことで、まだちゃんと聞いてなかったことがあるのを思い出す。あくまで、他愛ない話の延長として、ちょうどいいように思ったのだ。しきたりって言えば、前に言ってたっけ？ほら、子供の頃、男の子の格好をするのが、しきたりだったみたいなこと。ああ、それ、しきたりっていうか、おまじないっていうか、そんなに古いものじゃないんだよ。昔ね、うちのおばあちゃん、体が弱かったんだって。へえ。ふと、なぜかその話に、引っかかりを覚えてしまう。でも、おばあちゃんってことは、もちろん、女の子だよな。何言ってるの？当たり前だよ。あ、けどその頃ね、おばあちゃんのお母さんが、占い師の人か何かに相談したらしくて、男の子の格好をさせれば元気に育つって言われたそうなの。時代を感じる話だな。だよね。でもそのおかげで無事大きくなれたって思ったらしくて、以来私の家では女の子は男の子の格好をさせられちゃうみたいなの。子供からすれば迷惑な話なんだろう。小さい頃、体が弱かったというのも、よくある話に思える。けどちょうど赤木の約束の話を聞いたばかりだったからだろう。ひょっとしてだけど、そのおばあちゃん、病院に長期入院したり、手術したり、なんて、さすがにあるわけ。あ、どうして知ってるの？あ、でももちろん今は全然平気なんだよ。手術したのも確かもう50年くらい前の話だから。で、50年前なの？うん、多分逆算しても合ってると思うけどな。まさかそんな因果が？運命やなこれな。まさか、いや、いくらなんでも、できすぎだろう。でも赤木が紬に声をかけたのも、何かを感じ取ったせいだとしたら。それが、どうかしたの？いや、実は、あ、しまった。タイミングが悪かったな。時間切れっぽい。ぬいぐるみに、戻りそうかも。そうなんだ。じゃあすぐ迎えに行くね。まあ、偶然である可能性の方が高いんだ。この話は、時間がある時にでも、確かめてみればいいか。みんなが、こちらへ手を振っている。ともかく、今日はここまでか。明日からまた、続けていくことになるだろう。まさかお前。え？
すぐ近くの茂みからだった。この瞬間、俺は完全に油断していた。しかも最悪なのは、タイミングだ。まさか、狙っていたのか。そう思いたくなるくらい完璧に、合わせられていた。俺がぬいぐるみに戻ってしまう、タイミングと。ガーク!直接、ものすごい速さで体が振り回される。一瞬、何が起こったのかわからないくらいだった。しまった!シュウジ君!ブンブン振り回される視界の中、みんなの姿が遠ざかっていく。足に噛みついたまま、四つ足で全力疾走しているらしい。その凄まじい速度と振動で、さすがに、意識を保っていられ。とにかく追うんだ。二手に分かれよう。みんなごめん。どうして返事をしてくれぬ。あっちは毎日窓をつついているというのに、どうして何も答えてくれぬのじゃ。ねえ、赤城。どうして頑張れたのか。大切な人を失った後、どうして一番の友達なのに、どうして何もしてあげられないの。これは、かけらを吸収してしまった時に見る夢に似ている。だが今度はやけに視点が低くなった。あの犬どうするのかしら。保健所から引き取ってきてからもう10年以上も生きてるんだって。でも雑種でしょ。お父さんみたいな物好きじゃあるまいし、欲しがる人なんて。一体誰だ。仮に伝わってくる異様な匂い、刺繍、棺桶、物言わぬ主人。大好きだった彼は白黒の絵になって、かつてと同じ笑顔を受けてくれる。だがもう、あのしわくちゃな手が頭を撫でてくれることはないと知っていた。その犬は、老いた体を引き、むしるように、一人旅へ出る決意をした。これは、この夢は、まさか。取り留めもなく、時間が飛ぶ。今度は、いきなり厚間さんの顔が、アップになった。こら!やめなさい。そんなに懐いたって、私は飼ってあげられないわ。もう友達を失うのは嫌なのよ。やっぱりこの人も大切な人を失ったんだ。声が聞こえてくる。もしあなたが人間と同じくらい長生きだったら。なんて。ダメダメ、都合よく考えたって仕方がないわ。さあそろそろミルクが冷えた頃ね。もし僕が人間だったら、君を慰めてあげられるのかな。子犬、お前喋んのか。君は多分僕と同じだから。なんだろうあれは。子犬には厚間さんの心の状態が見えていた。欠片を求めるのはアルプとしての本能だったのかもしれない。あれは君の一部なのかな。あれを手に入れれば君と同じになれる気がする。おい、まさか。そうだ、僕ならずっと君のそばにいてあげられるんだ。僕ならダメだ、やめろ。それはそんな都合のいいものじゃない。だが子犬は、厚間さんへチャレつくように飛びかかると、その心へ小さな牙を。
やめろ！はっとして目を覚ます。学院の中には、子犬が月へ向かい遠吠えをしている。やっぱりさっきの夢はこいつの心の中を覗いてしまったのか。でも俺が吸収したわけではないかけらの声をどうして聞くことができたんだろう。子犬はまだ遠吠えをしている。そこからまるで複数の人に囲まれているような、味も色も温度も点でバラバラの心が伝わってくるのだ。なんだこりゃ。さっきの夢がなければ俺もただ混乱しただけだったろう。けど筋道さえ立てられればなんてことはない。そういえば赤木もこいつが凶暴化したのを不思議がっていた。ひょっとしてかけらを吸収できてないのか。こいつに悪魔さんを傷つける気はなかった。だからこそさぞ驚いたろう。思いがけず新しい主人を傷つけてしまい、混乱したまま欠片を吸収できなくなってしまったのではないか。だがそのせいでかえって混乱は大きくなったのだろう。心の中に自分とは違う心が入り込んできたようなものなのだ。まともでいられるはずがない。そして混乱した理性では本能に逆らえるはずもなかったのだ。本能は欠片集めを求める。だが集めれば集めるほど心の中は点でバラバラになっていたことだろう。望んでいった結果からどんどん遠ざかってしまう。こいつにとってもいい状態ではなかったのだ。でもこれだけでは、俺があんな夢まで見てしまった理由は説明できない。それには別の、もっとシンプルな理由がある。先ほどから必死に叫び、訴えてるじゃないか。助けて、助けて。俺にはそう聞こえていた。こいつ自身が助けを求めている。だから聞こえた。今こそ俺にこの力があってよかった。もしこの力がなければ、俺はこいつをただの悪者と決めつけ断罪することしか考えられなかったろう。でもそうではなかった。ああ、お前はやり方を間違えたんだ。もっと正しく学ぶべきなんだ。子犬がこちらを見る。俺も同じだ。間違えてばかりだ。子犬が警戒するように俺の周りをぐるぐる回り始めた。大切な人のためと思ってこんな姿になって、他にも俺を大切に思ってくれる人のことがいることが見えなくなって。だから、今でも俺は代償を払い続けてる。なあ、聞いているのか？いや、聞こえてないのか？くそ。相手の気持ちが分かっても、今の俺には伝える術がない。だがすぐに襲ってくる気はないらしい。周りをうろつくばかりで近づこうとはしないのだ。どうも人間なのかぬいぐるみなのかわからず戸惑ってるらしい。まったくラッキーなのかアンラッキーなのか、今のうちになんとか手を考えなくては。でも一体どんな手が。紬と赤城、
校舎の陰に隠れながら、一瞬だけ、顔を覗かせたのだ。あいつさんと相馬さんの姿は見えないが、どうやら、追いついてくれたらしい。確か、つむきのハンマーで一撃すれば、かけらは、持ち主の元へ戻るんだったの。なら、やることは変わらない。ただ、赤木は前日も負けて、力が出ない様子だったし、つむぎにしても、変身したからといって、身体能力が上がるわけではない。なんとか、俺が隙を作ってやるしかないか。よし。おい、そんなに警戒することないぞ。俺は、ぬいぐるみの姿だけど、人間だ。かけらが欲しいなら、襲ってきてもいいんだぞ。背中は、ガラ空きになるだけだろう。ガラ空きになるだら、ね、ちょ、ガラ空きになるだろうけどな。って、ダメか。つむぎたちには、聞こえたはずだが、肝心のこいつが、無反応じゃ意味はない。くそ、本当に役立たずだな、俺は。え？小枝が何かを踏み切る音を、先ほど、紬たちが顔を出した方からだ。子犬は瞬時に反応すると、猛然と駆け出してしまう。こら、待て！まずい。あいつは、昨日も紬をあっさり吹っ飛ばしていた。赤木に至っては、心が弱っているのだ。狙われたら、ひとたまりもないだろう。そこへ紬が、校舎の陰から飛び出してくる。子犬は、本能的に背中を追った。やめろ！ふっ、バカ者が、所詮はただの犬っころじゃな。気づくと、赤木がすぐ後ろを立っていた。せっかく捕まえた獲物を置いて、紬を追いかけていくとはな。お前、いつの間に。お前のおとりになるという案を採用してやったのだろうが。バカ。だからって、紬をおとりに使うやつがあるか。そうか。ならやはりお前がおとりになるのじゃ。はい。赤木は俺をつかみ、盾にでも使うように構えた。おい、犬っころ。いつまで女の尻を追いかけておる。このままこいつを連れ帰ってもいいのか。ようやく、紬を追うのをやめ。こちらへ駆け戻ってくる。おお、よくやった。で、この後どうするんだ？知るか！今のあっちではあいつには勝てんからな。まさか本気で、俺を盾にする気か？にやりと、赤木が口角を上げる。子犬はもう、俺たちにいつでも飛びかかれる距離に近づいていた。うんと重々しい風切り音が夜の闇を震わせた。後ろから犬に追いついただけでも驚きだ。なのにあの紬があんなに大きなハンマーを立て続けに振り回しているのだ。子犬は軽やかに避けていくものの、こちらからどんどん離れていく。すごい。魔女って身体能力は強化されないんだよな。そういえば、紬は女子にしては、かなり足が速かった。ぼやっとした印象があったけど、ひょっとしてもともと、運動神経が良かったのか？当然じゃ！あっちの選んだ魔女が弱いはずないじゃろ！けど相手は、軽々と人間を吹き飛ばすような奴だ。子犬が体勢を立て直すと、すぐに、防戦一方になってしまう。まだまだ！みんなの心のかけらを、つむぎ、無理はするな。でも、逃がすわけにはいかないはずでしょ。一撃入れるだけで、いいはずなんだから。つむぎと子犬は、対峙したまま、円を描くように動く。
どっちにしろ今更こっちにも逃げるような隙を与えてくれそうにない。だが根本的に紬は戦いに向いてる子ではなかった。行くよ。ちょ、ダメだって。実戦で相手に断ってから攻めるなんて。かろうじてハンマーの絵で防御したようだが、攻撃を正面から受け止めてしまう。力で上回る相手に、それは愚策だった。背中から地面ひっくり返ってしまったのだ。つむぎ！まずいな。子犬は追撃せず、こちらへ向かってきた。今のこいつには、俺も赤木も、餌に見えるんだろう。こうなったら、引けつけたまま逃げるしかない。赤木？バカなことを言うな。つむぎの言う通り、もう逃がすわけにはいかん。次はどこの誰が被害に遭うかわからぬだからな。お前、さっきは、叶わないって。その時、気づいてしまった。赤木が透明な目をしてることに、気づいてしまったのだ。子犬が飛びかかってくるのを、素手でかわす。おっと、危ない危ない。紬があいつから一本取ってくれるなら、それが一番だったのじゃがな。お前、何しようとしてるんだよ。一つ、転生しておかねば後味が悪いと思ってな。その間も、子犬は何度も襲いかかってくる。赤木が過労して、それを避けていく。なんだよ。こんな時に。あっちは紬のことも友達だと思ってる。それは、本人に言ってやれよ。若者、修士、お前のこともじゃ。赤木。過去の友達だけでもない。私は今いる友達のことも大切に思っているぞ。待て。意図は分からない。でもこいつがろくでもないことをしようとしてるのは分かる。修士、お前との取引は破棄させてもらう。そうすればお前は今すぐ人間に戻れるじゃろう。なんだって。とも一方的に破棄などすれば、今度はあっちの方が代償を払う羽目になるじゃろう。それは、せっかく集めた心の力を、一気に失うことを、意味するはずだ。バカ!お前は、人間になるんじゃなかったのか。まだはっきりとは言えないけど、ひょっとしたら、お前がずっと探してた人は、すぐ近くに。修士、お前こそ父親を救うのではないのか。お前、すまなかったな。それはあっちのミスじゃ。ずるいぞ、お前、今、そんなこと言うなんて。またしても、子犬が飛びかかってくる。それを大きく後ろへ飛んでよけた。さあ、主人、覚悟を決めろ。あっちにはあれを止められ。だが、オスのお前なら一瞬くらいはなんとかできるじゃろう。そうすれば、あとは紬が何とかしてくれるはずじゃ。赤木、だからお前は。泣き言は許さん。できるのかできないのかどっちじゃ。相手はただの子犬じゃない。できるかできないかなんて分かるはずもない。だけど他になんて答えようがある。背負いきれないほどたくさんの人の大きな気持ちが関わっていて、他の答えなんて選びようがなかった。できる。いい返事じゃ。任せるぞ修士。紬！子犬が弾丸のように突進してくる。赤木は俺を正面へ突き出し、背中を押した。その瞬間、俺は人の姿に戻っていた。飛び込んできた子犬を抱きかかえるようにして止める。だがもちろん力では勝てない。背中向きに吹き飛び、ひっくり返ってしまう。その時、
後ろにいたはずの奴がいなくなってることに気づいたが、今はそいつの思いを無駄にしないことだけを考えた。暴れるじゃない。聞け、お前がなろうとしてる人間って生き物はな、失敗をやらかさなくては学ぶことができない。それくらいバカなんだ。お前も俺もやり方を間違えた。でもな、だからこそ向き合わなくちゃいけないんだ。俺は父さんに恩返しをする。大切にしてもらった分、俺も誰かを大切にできる人間になりたい。紬に支えてもらった分は一生かけて返していくつもりだ。他のみんなにもたくさんたくさん世話になって、迷惑もかけて、それでやっと半人前だけど、そんな弱い自分を受け入れていくしかないんだよ。お前も目が覚めたら、お前の新しいご主人様にお返しをするんだ。みんなにお返しをするんだよ。いいな、約束だ。だからまずは間違って集めたものをみんなに返すんだ。つむぎ！めちゃくちゃ苦しそうに悲鳴あげるやん。ハンマーが叩きつけられ、まばゆいばかりの光が溢れ出す。それは最初、まるで無数のホタルのように、俺たちの周りを旋回していた。まるで、霊でも言うように。やがて光は持ち主の元を目指し、今度は無数の流星となって、一切に飛び去っていく。思わず、紬も、そうつぶやくほどだった。その時で、どでかいハンマーで、叩かれたはずの子犬が、ゲロリとして立ち上がる。不思議そうに、左右を見合わし、やがて、どこへともなく、駆け去っていく。アツマさんのところへ、戻ったのかもしれない。ただ、大幅に心の力を失ったあいつが、すぐアルプになることはないだろう。それはまだ数年後、あいつ次第なんだと思う。なんとかなったみたいだね、修二くん。ああ。でも、あれ、赤木は？打ち合わせではね、修二くんのこと少しだけ人の姿に戻す方法があるみたいに言ってたけど。ねえ、修二くん、それって、やっぱり。紬も、察してるらしい。ああ、ハガキは、自分の心の力を使って、俺を、元に戻してくれたんだ。だから、その時、黒い大きな鳥が、甲高い声を上げた。お前、人の言葉も話せなくなったのか。それじゃあもう、新しい魔女を勧誘することだって、50年前の約束を守ることだって、何十年もかけて、あそこまで、人に近づけたはずなのに、お前、こうなるって、知ってたのかよ。修二くん、大丈夫みたい。え、それって、欠片を入れた小瓶。俺と父さんの心を埋めるのに、使ってしまったはず。なのに蓋がガタつき、今にも溢れ出さんばかりに満たされていた。きっと修二君の心の穴が埋まったんだよ。むしろ利子をつけてもらったくらい、こんなにすごい反応は初めてだよ。
俺の心の穴が。正直、何かが変わったという実感はなかった。けど、そんなものなのかもしれない。ようやく、普通の人と同じスタートラインに立てたというだけなのだから。でも今ここで、それができた意味は大きい。さあ、シュージ君も持って。ああ、小瓶が、欠片で満たされたってことは。うん、私が赤城に前借りした魔力を返せるんだよ。同時に紬も、魔女としての契約から解放される。赤城、こんなものじゃ足りないかもしれないけど、受け取って、私たちが集めた心のかけら。お前は、憎たらしい奴だけど、俺が、普通になれた記念だ。私が魔女として果たす、最後の役目だよ。いつか、赤城が人間になって、当たり前の友達になれるように、ずっと、その手助けがしたかった。ようやく、叶えられるね。わー！ついに小瓶から、光が溢れ出す。輝きは、幾筋もの虹を描き、俺たちの友達を、積み込んでいく。あいつが失ったものに比べれば、ちっぽけなものだったかもしれない。けど、これがお前の夢を叶える、助けになってくれるなら、光が、お前にどんな変化を起こすのか、それを、見極めようと、虹が晴れるのを待った。期待と不安を感じながら。No
さあ、ということで、なんとエンディングを迎えましたね。まさか赤木が、ね、そんなになんか思ってくれてるとは思ってなかったね。友達だとかね、まあ、前回からまあ修二っていう言葉になってたもん。小僧から修二に変わってたもんな。で、まあその代償を払わずにして、その契約解いたから、その反動がね、赤木に来てしまい、まあカラスになって人の言葉を喋られなくなってしまったっていう、その状況ね。はい。とにかくやっていきましょうか。エンディングも良かったね。はい。日に日に収まる、深まる冬の寒風は、今夜、いよいよ、雪を運んでくるそうだ。だが凍えるように、肩を縮めながらも、皆どこか、足取りや軽やかだった。街全体にも、どこか、ウキウキした空気が漂っている。それもそのはず。12月24日、今日は、クリスマスイブなのだから。困ったわね。来るのが早すぎたかしら。一人の老婆が、ベンチに腰掛け、寒さに、手を、釣り合わせていた。どうやら誰かと待ち合わせをしているらしい。そこへどこからか、一羽のカラスが飛んできて、背もたれに止まったのである。あら、ごきげんよう。あなたも誰かと待ち合わせ。ひょっとして、私が驚かないのが不思議かしら。でもね、私には昔、少し変わった友達がいたのよ。あなたによく似て、喉のところの羽毛がふさふさしてた。普通のカラスと違って大ガラスっていうそうだけど、こんなところにも飛んでくるのね。老婆は懐かしそうにカラスを眺めていた。ごめんなさい、ジロジロ見ちゃって。なんだか思い出しちゃって。私ね、小さい頃男の子の格好をさせられてたことがあるの。私は体が弱かったから、強い子に育つためのおまじないなんだって言われたわ。けど当時はそれが嫌でね。病気が治ったら他の子みたいに白いワンピースが着てみたいってダダをこねたこともあったわ。今じゃそんなの似合わないだろうけど。けど今度は少しうつむきがちになってしまう。その友達とね、約束をしたの。また来年ここで会いましょうって。変でしょ。でもそのことはちゃんと言葉が通じる気がしてたのよ。けど幸か不幸か、私はもうその病院へ戻ることはなかったの。引っ越しなんかもあったから、子供が一人で行けるような距離ではなかったし。なんて言い訳ね。でもずっと約束を守れなかったことが気にかかっていたの。私が元気になれたことちゃんと報告できなかったから心配させている気がしてね。娘や孫にまでおまじないを続けさせちゃったのも、その子に気づいてほしかったからかもしれないわ。迷惑なおばあちゃんね。カラスはいつの間にか背もたれではなく、老婆のすぐ隣で寄り添うように止まっていたのだ。もしあなたが私の友達と会うことがあったら、約束を守れなくてごめんなさいって伝えてもらえるかしら。グー、そう、ありがとう。おばあちゃん、ごめんごめん、待った。あら、孫が迎えに来てくれたみたい。マジもんやんけ。もしかしたらとかっていうか、もう本当やった。
赤城の昔約束した人は紬ちゃんのおばあちゃんだったって。そんなことがあるんだ。実はね、今日は孫が彼氏を紹介してくれるんですって隣にいる背の高い子がそうかしら。もうおばあちゃん、誰と話してたの？ん？まあ、いなくなっちゃってるわね。あの紬さんのおばあさんですよね。俺星名修司って言います。まあまあ孫がいつもお世話になってます。男がガチガチに緊張しながら頭を下げているのをカラスは少し離れた街灯から眺めていた。もうおばあちゃんたら、そういうのはあとあと。今日は修司君のお父さんも来てくれてね。二人の家族みんなでファミリーパーティーなんだから。紬は老婆の手を引いて歩き出す。楽しみね、とても。カラスも思わず甲高い声で泣いてしまった。それに気づき、男が呆れたように振り返る。おい、他人のふりするなよ。お前だって大事な招待客なんだから、勝手に帰るんじゃないぞ、赤城。普段ワインはたしなみませんが、うまいもんですな。あ、ただのチリワイン？あ、いやいや、安くてうまいなら名産に違いありません。こら父さん、あんまり飲みすぎるなよ。今日くらいいいだろう。めでたい上に酒がうまいのがいかんのだ。パーティーでは修司の父親が盛り上がり役になり、すぐに紬の父親とも意気投合したらしい。修司は料理のできるところが女性陣に受けが良かった。手早くつまみを用意するのを見てしきりに感心していた安心したわ。いいお婿さんが来てくれそうで。もうおばあちゃんもお母さんもあんまりからかわないで。けどそうなってくれたらいいな。赤城は一人その様子をベランダから眺めていた。やれやれ、見せつけてくれるの。中で混じることもできんのに料理だけ出されてもな。文句を言いながらも皿に盛られたローストチキンをついばむ。赤城は言葉こそ取り戻したものの、人化の術を失っていたのだ。元の力を取り戻すにはまだまだ年月がかかるだろう。しかしおかげで古い友達とも再会を果たせた。これで思い残すこともない。あの二人ならきっと幸せになってくれるだろうからな。行こか。そこにはかつての仲間たちが暮らしてるはずだった。ちょっと赤城、どこ行くつもり？つもりか。旅立とうと屋根に登ったところで厄介な相手に見つかったらしい。この土地にいるのもいい子で起きてきての。しばし旅へ出ることにしたのじゃ。赤城は渡り鳥だもんね。旅をするのが自然なことなのかもね。そういうことじゃ。世話になったの。まさかお前の祖母があっちの友人だったとは思わんかったぞ私もびっくりしちゃった。でもおばあちゃんが私と赤城を結びつけてくれたようにも思うんだ。かもしれん。二人して今にも降り出しそうな空を見上げた。すぐに飛び立たねば遠くへ行くのは難しくなるだろう。それでもなかなか翼を広げる気にはなれなかった。ねえ赤
鍵。なんじゃ。ひょっとして人間になるのはもうやめちゃうつもり？だっておばあちゃんに会えたことである意味目的は果たしちゃったわけでしょ。バカ者。そう口走から滑り出したのは赤木にとっても意外なことだった。目的など大して重要ではなかったのじゃ。今度は友人としていつかあの輪の中へ入っていきたい。部屋の中ではまだ大人たちが談笑にふけっている。すぐ下のベランダで修士が話を聞いてることも赤木は気づいていた。今はまた別の気持ちで人間になりたいと思っておる。あっちにとっての自由とは自分のいたい場所にいつまでもいられることなのじゃから。よかった、クリスマスプレゼントが無駄にならなくて済みそうで。あっちに何かくれるつもりなのか？気になる？あっちはもらえるものなら何でももらうすぎじゃ。で、どんなプレゼントなのじゃ？今、赤木が一番必要としてるものです。何？なんであるもの？餌ならもうたらふく食ったが。違う違う。人間になるんだったら、心のかけらを集める魔女がいるでしょ。つむぎ。そしてその魔女の願いはね、友達が人間になれることなんだよ。いつかその子とも一緒にパーティーができるように。急に視界が歪んだ。ラニジンだ。赤木が上を向いてそれをごまかした。お、雪。修二くん、やったね、ホワイトクリスマスだよ。ああ、ベランダから返事がある。どうやら最初から二人で測っていたらしい。若者、雪など嬉しいものか。これではとても遠くまで飛んでいくことはできん。もう少しこの場にとどまらねばならんようだ。うん、そうしよう赤木。これからもよろしくね。終わったか、つむぎちゃんルート。いやー、なんか素敵なエンディングだなーって思っちゃったね。この作りよう、作り込みようね。エンディングの方に再会を持ってくるっていうね。で、またか、その、魔女になる契約じゃないけど、そのね、赤木を人間にさせるために契約するみたいな話になってくんのかな。その後の話めちゃくちゃ気になるけどね。はい。ちょっとね、結構、つむぎちゃんルートに関してはちょっと長い時間ね、投稿しなかった時期もありまして、いや、本当にちょっと、時間かかりましたけども。まあ、こうやってやっと終われたというわけでございます。まあ、つむぎちゃんルート終わったというか、次回ねアフターストーリーやっていくので、正確にはまだ終わってないんですけども、まあ、とりあえずルートが終わったというところでですね、今回ここまでにしたいなというふうに思います。はい、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。